アンナ・カリーナは、デンマーク・コペンハーゲン出身のフランスの女優。ヌーベルバーグ時代に活躍。パリの地下鉄のポスター1940年9月22日、デンマーク・コペンハーゲンに生まれる。母は、洋裁店を営み、父親は船員であったが、カリーナが生まれて1年後に家族を捨ててしまう。そのため4歳になるまで祖父母に育てられ、その後4年間は、里親の下で育つ。 その後母親と暮らすようになるが、頻繁に家出をしていたという。デンマークではキャバレーで歌ったり、モデルなどをするようになる。14歳の時にデンマークの短編映画に出演しているが、その作品はカンヌ国際映画祭で賞を獲得している。17歳の時にフランス・パリに移る。パリに着いた当時はフランス語を話すことができなかったが、スカウトされてモデルとして活躍する。 アンナ・カリーナという芸名は、当時出会ったココ・シャネルが授けた。1960年、ジャンリュック・ゴダール監督の作品、小さな兵隊の主演に抜擢される。以後も、ゴダール作品に、数多く出演している。二人は1961年に結婚し、1964年には、共同で、映画制作会社、アヌーシカ・フィルムを設立した。第一回作品は、 離れ離れに。コダールとは1965年に離婚し、その後4度の結婚歴がある。1970年代後半には、ライナーベルナー・ハスビンダー作品の常連だった、ドイツ人俳優兼映画監督ウリロンメルと交際し、共に映画制作を行っている。1961年の、女は女であるで、ベルリン国際映画祭女優賞を受賞している。 2017年にはカリーナの人生を描いたドキュメンタリー、あんなカリーナくんは覚えているかいが制作された。日本では2020年に劇場公開されている。2019年12月14日、ガンのためパリで死去。79歳没。ありがとうございます。